テレビミュートでつけとくよ。言ったじゃん。何言ったじゃん。何が何が何を言ったの。動画見ながら食べると、うん、なんか満足感が減るみたいなこと言ったけど、ああ食べるときにね、ご飯を食べるときにね。でもさ、言ったけどさ、うん、僕ら的にはさ、動画見ながら食べてほしいじゃん。まあそうね。だから言わないで。そんなこと。あんたが言ってんの。そんなこと言わないで。あんたが言ってんのよって。みんな動画見ながら食べてください。それが嬉しいです。うん。しょちゃん、ビールちょうだい。あれ、アレクさん、台まとめて。しゃもじ、しゃもじ。なんで今一瞬譲り合ったの？譲り合いの精神だね。どれくらい食べるご飯？ご飯は、うん、たくさんかな。そんな食べれる？わからんけど。うわー、いいね。うわ、うまそう。うなぎ。お腹すいたから、ね、いただきます。いただきます。最初かける。いや、まずそのまんまでしょ。はい。出ましたよ。そうね、うん、すぐ出す、それ。おいしい。どう？なんかその、今回一手間加えてみたけどさ、いつものうなぎと違う？うん、スーパーの。あ、お米が硬いかも。お米失敗してるかも。あ、うん、全然そんなことない。うん、うん、うん。今日は土曜の牛の日だからね。うん。うん。美味しい？うん、うん。よかったね。うん。よかった、よかった。なんか、いつもよりふっくらしてる感じ。そうなの。うん。スーパーでね、買ってきたやつだけど。うん。テレビドラマでね、やってたから、うん、うなぎを10分くらいお茶のね、中に入れて煮て。うん。美味しい。あ、うまっ。うん。うん。いやー。やっぱ夏バテとかさ、もう最近マジで暑いからさ、うん、夏バテするからさ、はい、やっぱこういうの食べて、精力つけないとダメなのよ。つけてください。うん。翔ちゃんあんまつけなくていいよ。きも。今日の夜も眠れなくなっちゃうから。うん、ね眠れなくなっちゃうから、精力つきすぎると。え、うなぎってそういう効果あるの？そうよ。な、それこそ静岡のさ、うなぎパイとかそういうあれじゃないの？違うだろ。違うだろ。え、だってうま、違うだろ。うなぎの粉末がさ、あれ入ってるでしょ。そうかもしれないけど、でも静岡のうなぎパイ食べた子供たちはもう、すんごいことになっちゃう。うん。もう、ギュンギュンで寝れないけど。覚えないでほしい、そんなこと。目がよ。そっちか。そう、目がギュンないね。そっちか。すぐそういうさ、違うよ。子供たちだからね。ああ寝る時間が遅いんじゃない？その、他の県民より。知らないけど。いや、でも、うん、ま、ほん、うん、本当にうまい。うん。マジでうまい。うん。気をつけて、翔ちゃん。何もう、何何がもう今日の夜寝れないかもしれない。あ、わかりました。うん、じゃあ寝ません。そうなったら寝ません。ほんと？俺は横であの、指控えて寝てるから。まあまあまあ。やば。足りないね。あ、でもほら、チキンあるから。ああ、じゃあケーキ食べたで。チーズケーキ。うんうんうん。うん。確かに買ったね。ああ、もう8時か、8時半か。ね、結構遅い晩ご飯になっちゃったね。ねえ、なんもしたくない今日。はあ？あ、結構したか。結構したよ。何言ってんの？まあね。朝早く起きてさ、うん、やることやってさ、早く起きてさ、朝ごはん食べに行ったでしょ？はい。で、そのまま買い物とかして、うん。で、なんだかんだ、買い物、昼ごはん、うん。あとカフェで待ったり。した。で、帰ってきて、はい。またなんだかんだ。なんだかんだね。なんだかんだ。で、今に至る。すんげえ充実してるよ、今日。うん。うん、え、どう？どんぐらい払う？今。何分ね？結構ある。7分目。じゃあいいじゃん、チキン。いらないよ。あ、でもあったら食べる。いいよ、無理して。おつまみで食べる。おつまみ食わないじゃん。え、でも翔ちゃんもお腹空いてるでしょ今。あ、だからチーズケーキでいいの？あー、うん。腹1分目くらいですよ。いや、まあ、本当にそんぐらい。うん。でもなんか小さい時とかもううなぎのタレだけでご飯できた。あ、わかる、ね。うん。美味しいよね。だからもう、どっちかっていうとさ、もううなぎじゃなくてさ、
あ、そうよね。タレを食ってたよ。小さい時はほんとそう。うん。タレも今回、うちの自分たちで作ったけど、全然美味しいね。全然、うん。いけるいける。超簡単。熱っ。マジマリッキン。あんたも、うなぎ食べたいですか？あ、美味しいなぁ。ほんとや。靴下で遊ぶの。あ、靴下で遊ぶの。うん。いいよ、いいよ。最近さ、うん。ネットフリックスのさ、うん、ボーイフレンドがめっちゃ流行ってんじゃん。え、そうなの？らしい。見てないけど。見てないね。ネットクリス。いや、笑わない。笑わないよ。笑わないよ。笑わないで。笑わないで。笑うと、ちょっと調子乗るから笑わないで。うん、それがネットフリックス入ってないから、そっちはさ。うん。他の色々入ってるからさ、なんかネットフリックスもってなるとさ。そうだね。うん。でもネットフリックスが一番多いんじゃない作品。ねえ。見てないけど。面白いのかな、わかんない。なんかさ、どういう目線で見ていいかわかんない。いや、わかんないんだけどさ。だから、翔ちゃんそもそもさ、うん、なんかそういう。ドキュメンタリー。ドキュメンタリーっていう、うん、みたいなの見ないよね。ああいう恋愛、なんたらバラエティーみたいなやつ。見ないね。うん、俺結構好きなのよね。相乗りとかさ。未来日記とかさ。ほんとなんかぶち壊すことを言うかもしれないから、ちょっとほんと良くないんだけどさ。いいでいつものことだから。そんなことないだろ。作られてるものになってない？ああ、まあまあそうよ。うん。そうでしょ。ドラマとかそういうのってちゃんと作られてる前提だから面白いし、映画もそうなんだけど、うん、ドキュメンタリーと歌って、といて、なんか脚本とかあって、あ、まあまあまあありそう。素敵なハッピーエンドとかはちょっと、え、本当？わかんないけどね。なるよ。うん、わかんないけどね。うんうんうん。どうなんだろうね。でもなんかそれでもすごい見てたらさ、うん、ああいうのすごいドキドキするじゃん。まあまあまあ。え、この人とこの人がくっついてほしいとかさ。確かにね。わかるよ。あ、この人かわいそうとかさ。うんうんうん。わかるよ。幸せになってほしいとかさ。うん。勝手にめっちゃ思うよね。うんうんうん。確かにね。うん。だから X とかでもさ、すっげえさ、ボーイフレンドのポストがめっちゃ出てくるからさ。うん、いや、見てみたいなとは思うけど、どうなんだろうね。わからん。うん。なんとも。まあだから、なんとも言えないから、なんも言わない。出たい？ええー、いやー。なんかさ、おっさんずラブでさ、マシマさん、はいはい、あははは、あったあったが演じてる部長さんがさ、はいはいはい、なんか、うん、ディーン・藤岡のさ、そう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 、なんかバチェラーみたいな、あ、やってたね、やってたね、あれめっちゃ面白かったよね。ああ、速攻帰らされてたけど、恥ずかしいな。でも、もし自分が出るってなったら見られてるわけでしょ。まあうちはもう見られてるけどさ、今。そうなんだけどね、どうなんだろうね。それとはまた違うよね。あれも流行ったよね、愛の里。あ、それも見てないけど。なんか、で、ドキュメンタリーとして見ると、うん、まあ幸せなら幸せでもいいんだけど、うん、辛かったりしてる状況が、本当にそれが脚本なしのドキュメンタリーって思うと、ちょっとしんどい。うんうんうん、ああ、見るのかね。うん。ドラマとかそれこそ作られてるものであってさ、うんうんうん、辛いシーンとかはさ、まあ、うん、まああくまでドラマだから。うん。でもそれでもしんどくなるけどね。多少。まあね、どうなんだろうね。いや、でもすっごい流行ってるなと思って。うん。でもさ、これがさ、うん、ごめんね。うちらがさ、ゲイだからさ、うん。なんかそういうのが気になってじゃないけど、そういうのが目につくのか、このボーイフレンドっていう、このバラエティーがね、うん。みんなそうなのかな？何が？世間一般的に流行ってるのか、みんな見てんのかな？もうその一部の限られた人しか見てないみたいな。どうなんだろう、ちょっとわからん。ね、どうなんだろう。わかんない。いや、みんなが幸せになってくれたらいいよ。なあ、誰？何が？お前誰？いや、本当に。みんなが納得する答え出してください。まあそうね、応援してる。でも全然見てないのにさ、なんかあいつがどうだとかさ、こいつがこうだとかさ、誰々はこうだみたいなさ、やつが流れてくるとさ、すごいなんかえぇって思っちゃうよね。確かにね。食べたいで、うん、食べよ。しっとりチーズケーキ。美味しそうじゃん。ね、美味しそう。カルディ？カルディ。食べよう。食べていい？うん。いただきます。
大好き、チーズケーキ。チーズケーキなの？チーズケーキって書いてあったよ。どう？うん？うん。美味しい。あ、美味しい？よかったね。今日も買い物の途中でさ、うん、あれ、コーヒー飲みたいねーっつって言ってさ、カルディって、うん。そうね。復活したからね、コロナの時はさ、あれ、配るの、うんうん、ちょっと一時期なくなってたじゃん。確かに。もうここ数ヶ月なのか、もう復活したからさ、コーヒー飲みたいねっつって、カルディ行こう。いやいや、買ったよ、ちゃんと買う前提ね。うんうん、でも、そうそう、コーヒー飲みにカルディは行く。うん。配ってんだよね、店頭で。うん、あれめっちゃ美味しいよね。美味しい。あ、うまっ。美味しい。うん。出たいでし。はい。うん。どう最近持ち丸 X は順調？楽しんでいきます。ほら、そうなの持ち丸ちゃん。うん。こっちみんな。お、悪口だぞ。ねえ、もちまるちゃん、うん、最近翔ちゃんがさ、うん、マッサージしてくれるじゃん、俺の足を、はい、そしたらさ、間に入ってきてさ、うん、私もやって、みたいなさ、やるね、順番待ちしてるよね、うん、いつもなんかつけてるな、あんたに、うん、かわいいでしょね、かわいい、その T シャツそうもらったやつだよね、もらったのワンピアプリーズいいねウナセルベッサプロパボーよく呼べんね、すご。うん。これは、ね、何語？これは、ポルトガル語かな？ん？あ、違う、スペイン語だ、スペイン語。スペイン語です、これ。で、中国語。これはわかんないな。なんだよ。噛み縛る？あ、やってみてよ。え、でも、聞かせるんか。あれでしょ。なんたら先生。それは言えないじゃんよ。だから言って言うのよ。だから言ってないじゃん。なんたら先生って。もう、世の中に先生なんて5万といますからね。ちょっと似合ってないなっていう方もいるんですよね。そうそうそういや、俺も翔ちゃんが全部をガッて縛るのは嫌い。好きじゃない。俺はね、好みだから。うん、好み。え、でもなんか俺初めてだもん。髪結べるの。なんか、女子高生。中学生。はぁ？男子中学生。え、男子中学生？なんか、男子中学生とかでさ、なんかこういうのはめてる子いない？あ、ミサンガってこと？ミサンガじゃなくて、本当に、ヘアゴムみたいな。あとなんかさ、ダッカールをさ、前髪にここになんかつけてるイメージがある。もう、今限定で。そうね、もうすぐ切るしね。一生しないよ、この髪型も。わかんないよ。いや、しないと思うな。何がそんな嬉しいの？いや、嬉しくないよ、別に。嫌い。翔ちゃんがするのは嫌い。好きっていう人はコメントで教えてほしい。ああ、でも、いるとは思うよ。まあ、好みの問題。うん。してる方は楽。うん。俺、早くもう髪を切ってほしいもん。まあね。